あれ、ピントが合わない。ピントが合わないな。ピントが合わない。あった。ここだ。どうも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 。どうもー。来い。はい。告知2でございます。告知2。いや、一眼レフ どうですか。ちょっとピントがちょっと微妙だな。大丈夫ですかね。大丈夫か、大丈夫かな。あ、ちょっとね、ピントがちょっと合わないな。オートフォーカス調子使いすぎちゃったかな。なんか顔認識がちょっと、これ、あ、来た、あ、怖っ、来ました、来た、顔認識、こう押せばいいんだ。はい、初心者ですから。一眼レフ初心者なんで、初心者でもやってますよ。はい、ということで今回告知2でございます。告知2、はい、告知2です。いやー、ちょっとね、告知1でね、ちょっとやらかしたことがありまして、あの、お値段ね、今回その告知1で、まあ、告知でお値段ね、990円って言ってたんですよ。今回ね、24時間限定で、いきなり、ね、値上げします。すいません、値上げさせてください。やっぱね、990円安すぎますから、これね、やっぱ吉田さん、その990円ってちょっと安くないと、そのお気持ち察しております。なのでちょっと値上げさせていただきまして、これ999円に、実質9円の値上げでございます。はい、9円値上げさせてください。怖い。あとね、僕忘れてて、前回ですね、今年の3月か4月に販売した時に、あの、999円で販売してたんですね。うん。で、なんで僕990円って言っちゃったんだろう。ちょっとそのミスりました。あ、もうすいません。告知1では990円って言ってましたけど、今回999円と。9円、まあ、値上げなのか、僕のミスなのかわからないんですけども、前回の動画からすると、9円の値上げになっております。すいません。9円、値上げさせてください。まあ、あの、この前もね、990円、9円で販売したんで。で、今回、まあ、その、販売する予定なかったんですよ。本当だったら、販売する予定何かっていうと、ね、あの、津軽海峡横断コンプリートボックスを、バーンってね、9月の中旬、こう入れようと思ってたんですよ。だけど、その、LINE でね、その、報告いただきまして、吉田さんと、8月の売り上げ、まあ、この商品買った人ですよ。まあ、990円ね。990円。この999円で商品買った人が、8月の売り上げ。8月。8月が、13万を超えたと。売り上げってか、利益ですね。利益。13万売り上げ、利益。利確したと。もう999円だよ、これ。すごいじゃん、みたいな。で、対談音声すぐ撮ったんですけど、で、明日ちょっと、明日というか今日、日付、なんじゃ。まあ、僕、ライブをやってまして、ライブ終わってから撮ってるんですけど、12時13分ですね。はい。まあ、この動画の前にもちょっと動画撮ってたんで、はい、今日はこれで終わろうかなと、お仕事。9月8日土曜日ですね。で、僕ね、日曜日ね、高知行こうかなと思ってるんですけど、高知行けるかな、ちょっと仕事パツパツですね。まあ、あと雨みたいですからね、ちょっと延期しようかな。いや、どうしよう。まあ、ちょっと明日の頑張り次第です。今日の頑張り次第ですね。ちょ、日曜日、土日空いてるって言ってたんで。いや、でも高知まで何分かかるんだろうな。ノリで行っちゃうタイムなんで、ちょ、Google マップで調べないとね。フェリーもね、調べないと時間あんま出てないんですよ。3本ぐらいしか出てないような気がするんで。
時間チェックしないとね、うん、はい、話を戻しまして、まあ、その999円の商品を買って13万の利益を出したと。すごいじゃんと。で、対談音声取りました。で、そちら明日、ね、土曜日編集して、明日では今日だ、今日ですね、編集してアップしようかなと思うんですけど、朝、うん、で、まあ、前回の告知の動画見てくれた人は いるかな、はい、まあ、その僕一眼レフ買ったんですけども、まあ、この 6M かな、 6M M6 6M、 箱どっか行っちゃったな、はい、箱どっかなんかな、箱すいません、ちょっと片付けたんで、どっか行っちゃったな。まあ、あのレンズとそのボディが分かれてるんですよ。で、それのセット売りだったりとか、まあ、バラ売りだったりとか、まあ、セットで安く仕入れてバラで高く売ったりとか、いろんなことができるんですね。で、カメラの場合は本当にその利益額が取りやすいです。で、転売機嫌いしてる人もいるかもしれないんですけども、まあ、あ、そうそうそう、これまた別動画でちょっ と撮りますけども、今、まあ、アンケートもやってプレゼント配ってるんですけども、そのね、そのアンケートの配布に関しては9月と12ぐらいかな、うん、12か11か忘れましたけど、まあ、そこからちょっとアンケートをくれた人に対して全部プレゼントと動画の方を作ってまたやるんですけど、まあまあ、ざっくりちょっと見てるんですよ。で、そのアンケートいただいた方の中に速金でね、稼ぎたいっていう方もいて、いや、転売めっちゃ速金ですよ。うん、転売めっちゃ速金 だと思うんですよね。だって売れたら、あのヤフオクとか、あの銀振り直入金じゃないですか、結構。うん、まあ、メルカリとかでも1週間とか2週間とか、まあ、すぐ入ってきますやん。アフリエイトとかだったら1ヶ月後とかね、2ヶ月後とかあるじゃないですか。キャッシュフロー早くないですかっていう。ただそのね、一番の問題がその仕入れに対して不安なことがある。まあ、これしかないですよ。仕入れの不安と出品の不安しかないんで、うん。で、今回ですねちょっとまた交渉しまして僕、まあ、この999円のセミナー映像を見ればわかります。この999円のセミナー映像を見ればわかるんですけど、まあ、だから買わないとわかんないですけど、このセミナーで何言ってるかっていうと、その、まあ、小坂くんっていう子がいてるんですけど、その小坂くんがカメラ転売でね、結果だ出してこう、こううまくやってるんで、まあ、タイアップしてやったんですけども、その小坂くん、まあ、セミナー中にですね、小坂くんにとりあえず相談して聞いてくださいってことをよく言ってたんですよ。言ってるんですね。まあ、見ればわかりますけど。で、あの、今回そのセミナー参加者限定で、セミナー参加者限定で、小坂くんにそのプチコンサルみたいのを、まあ、相談、まあ、だから出品するときの不安だったりとかそういうときあったら、あの、相談権 OK ですみたいなのやってたんですよ。うん。で、今回ですね、はい、小坂くんに僕 LINE でね、ちょっとこう、あの、ちょっとサポートちょっとしてくれるって、プチコンサル、ちょっとセミナー映像をね、買ってくれた人に対してちょっとやってくれるかなみたいな、ちょっとお願いできるかなみたいな。そしたら小坂くんがですね、いいっすよみたいな、いいっすよみたいな。で、なので、まあ、特典でつけます。999円の特典にそのサポート、まあ、セミナー映像見れば本当分かります、僕が言ってることは。もうとにかく小坂くんに聞けみたいな話を言ってるんですよ。こういう状況になったらこういう聞けばいいみたいな、うん、で、特にまあ大阪近辺にお住まいであるならば小坂くんと直接会うこともできますんで、で、それをまあセールスレターにも書きますけど、特典に、特典としてその小坂くんのつけます。はい、なので、まあ、その心配なことがあったらですね、まあ、聞けますんで、うん、だからセミナー映像をもう本当に 見て学習して、で、不安だったら小坂くんに聞くっていう LINE は作ったんで、あとはやるだけですね。あとはやるだけ、うん、まあ、みんなやらないからな、買ってもやんないからな、買わなくてもいいんですけど、
いやでもね、999円ぐらい僕はね、自己投資して、まだ稼ぐことができてないんだったら何でもいいじゃないですか。とにかく稼ぎましょうよ。ね、みんななんかそのちょこちょこやって、ちょこちょこ終わっていくわけですよ。いやもうなんか一個でいいからちょっと振り切ってほしいなと思うんですよ。なんか一個でもいいから振り切ってほしいなってすごく思うんですけど、カメラ転売は本当に転売の中で稼ぎやすいんで、マジで。稼ぎやすいですよ。だからね、僕もね、今度コンサルとかもやるんですけど、コンサル難しいんですよ。コザコくんはカメラ転売のコンサルをやってるんですけど、僕はインターネットのコンサルって、まあ、あのね、まあそのマーケティングとか、集客とか、コピーライティングとか、もうね、まあ教えることはできるんですけど、その、なんだろうな、その人のスキルによって難しいんですよ。うん、だから教えるのもね大変なんですね、そのコンサルっていうのが。うん、でもね、カメラ転売の場合はもうやることが明確化して決まってるわけですよね。まあ、じゃあ例えばこの機種を仕入れる、じゃあ仕入れたらこのように売る、売れましたかみたいな、じゃあ売るときこうやりましょうっていう、もうねめっちゃ楽やん、コンサル。まあ楽って言ったらね語弊があるかもしれないですけど、やることが明確化してるんで、うん、すごくね、コンサル。だから、カメラ転売で、あ、そうそう。まあ、あと、もう一個ね、また特典つけるんですけど、その、コザコくんと、コザコくんは実はですね、あ、そうそうそう。僕、まあ、毎日どうでしょうやってるんですけどね。毎日どうでしょうみたいな感じでライブやってるんですけど、そのライブ、今、1500回超えてます。で、1500回超えてるんですけど、500回の時に、500回記念でセミナーやったんですよ、大阪で。で、その500回記念でセミナーやった時にですね、コザコくんがお客さんで来てくれたんですね。うん。で、コザコくんはその時にカメラ転売で10万以上上げてたんですよ。で、そのセミナー会場の中で、そのインターネットを使って収益を出してるのはコザコくんしかいなかったんですよ。だから僕はコザコくんのことをティーアップして、で、じゃあそれが武器になるから、じゃあそれもコンサルして売ればいいじゃんみたいな話をして、その売り方を教えたんですよ、そのセミナーで。で、コザコくんは、そのセミナーがきっかけで、コンサルをやるようになったんですよ。わかります?そう。そのセミナーがきっかけで、僕のセミナーに参加したことがきっかけで、人生で初めてコンサルっていうのを始めて、うん。で、そこからその情報発信、まあ情報発信とかもね、積極的にやるようになってっていう。だから、まあ何が伝えたいかっていうと、まあ僕のドリームアカデミアの塾でも教えてるんですけれども、その武器を何か持ってるようになると発信しやすいじゃないですか、情報を。で、それをただ、それで集客して、それをやり方を教えればいいだけですから。で、教えるのもカメラ転売は楽勝です。楽勝って言ったら微妙か。でも、まあ、いや、セール、なんかコピーライティングとかめっちゃ難しいんですよ。マーケティング教えるのってね、結構大変なんで。まあカメラ転売の場合はね、やること決まってますから、まあ教えやすいだろうし、コンテンツも作りやすいかなとは思うんですよね。だから、まあこの、例えば、13万と、まあこのお客さん13万上げてますけど、じゃあこの動画見られてる方で13万以上、ね、多分おそらくなんですけど、僕のお客さんは結構ノウハウコレクターの方がすごく多いんで、999円以上何か、高額商品、うん、まあ僕の元にはですね、なんかいろいろ来るわけですよ。だから今年も300万ぐらい借金作りましたみたいなね、来るわけですよ。300万教材買って全然稼げてないですよね。まあ、あとは今回、その、青森セミナーでも200万ぐらい教材買って、全然稼げてないっていう。999円ですよ。で、13万ね。ということは何が言えるかっていうと、じゃあ13万とかね、10万ぐらい稼げるようになったら、その人たちに教えられるわけじゃないですか。いや、結果出てます?みたいな。いくら情報、商材になんか騙されたんですか?ね。なんかどうなんすかみたいな。いや、これやれば10万ぐらい出ますよって話で、いろいろ商品も売れるだろうし、コンサルも売れるじゃないですか。だから
あのカメラ転売だけではなく次のステップの収益をさらに倍増するコンテンツ販売っていうのもできるんで、やりやすいです。非常にやりやすいというか押しやすいですね。うん、売りにくいです。ただちょっと売りにくいですよ。だって多分これ動画見てる方もカメラ転売って聞くと、転売まず転売めんどくさそう、カメラわかんないと思うから売りづらいんですよ。うん、僕もカメラ転売の教材はずっといろいろ売ってきましたけど、売りづらいです。なぜならばそう思うからです。カメラ難しそう、知識ない、触ったことない、一眼レフよくわからない、でそんなの本当に売れるの？と。だからみんな気嫌いするわけですよ。だから売りづらいんですけれども、教えやすいですまあ、それは置いときまして、まあその、まあ次のステップはね、やるやらないはご自身にお任せしますけど、カメラ転売の場合は顔出し不要、なんだ、まあこういうね、動画撮ること不要じゃないですか。ブログ書くこと不要、仕入れて売るだけですから。ね。しかもその説明欄とかコピペで大丈夫ですから。ね。うん。だからまあ、やることすごくシンプルかなっていう。で、それで、今日も LINE 来たんですよ。まあ日付回ってますけど、今日も LINE 来て、その対談、この13万の売り上げ作ったお客さんから、LINE が来て、もう売れました、っつって、メルカリで売れましたっていう、写真を送っていただきました。うん。そう。でもね、その絶対稼げるっていう自信がついてましたよね、そのお客さんはね。うん。だから多分ね、みんな自信ないと思うんですよ、結果出てないから。でも自分の力で10万以上稼げるようになったら自信つきません？うん、自信つくと思うんですよ。まずはもう999円で10万以上稼げるスキルをつけましょう。うん、つけましょう。つけちゃいましょう。はい。うん、ですね。はい、ということで、まあ来週ですかね、ちょっとまあ販売準備もありますんで、まあ来週ぐらいに、24時間限定でこちら再販します。なのでこの前買ったっていう人は買わないでくださいよ。間違って。まあ返金とかしますけども、ちょっとその僕一人で事務作業も一人でやってるので、ちょっと間違って購入はされないようにお願いします。ね。うん。お願いします、その辺は。まあ、全然間違って購入された場合は、言っていただければ、僕も、たくさんの方に売ってるんで、気づかない場合ありますから、うん、気づかない場合あるんで、間違っても、まあ、同じ商品名ですからね、月収30万円ボックス、月収30万円ボックスです。書いておきましょう。見覚えあるなっていう方は買わないでくださいね。月収30万円ボックスです。この前と同じ商品名で再販しますんで、はい、買わないでください。あとね、ドリアカの熟成さんも買わなくて大丈夫ですよ。うん、転売の行為いっぱいありますから、うん、そこにもカメラ、小雑魚くんがね、ドリアカの講義作ってくれてるんで、うん。だからドリアカ生の方はですね、もう転売めちゃめちゃ講義あるんですけど、小雑魚くんが講義提供してくれてますんで、うん。はい。だから熟成さん買う必要ないですし、まあこれ再販なんでこの前買ったっていう人は買う必要はありません、もちろん。ただこれ知らなかったっていうね、この999円、そんな吉田さん999円そんな商品売ってたんですかみたいな、まあ、知らなかった人はぜひ今回は買うことをお勧めします。まあ、これだって本より安いですからね、ビジネス書より安くないですか。まあもちろんこの後アップセルありますよ。アップセル、ポテトもどうすかみたいな、チキンナゲットもどうすかみたいなアップセルありますけれども、うん、別にそれは買っていただけるんだったら嬉しいですよ。その後は月収100万ボックス、月収1億円ボックスみたいなのあるんですけど、まあそれはね、ご判断にお任せします。ただこれはね、今回24時間限定で販売しますけれども、まあ多分もう再販ないんじゃないですかね。たまたま今回ね、この報告いただきましたんで、うん、やりますけども、多分まあないんじゃないかなと思いますんで、絶好のチャンスなんじゃないかなと思います。にゃーんにゃーん
お前もセールスしてくれるのか、ユニバー君。おー、セールスしてくれるのか。勝手にあんって。あ、すごい。すごい。あ、すごい。いいよ、自分。結構ピンと合ってる。ピンボケ。それちょっとね、ユニバー君、この999円いただいたら、ユニバー君のご飯代になりますけど。はい。お前のご飯代俺が稼いどんねん。頑張ってやってな、お前もじゃあ働きなさい。勝手にあんて。勝手にあん。お、勝手にあん。勝手にあん。まあ、お前ね、だいぶ太ってきたな。そう。まあ、あとね、最後、ちょっとお伝えしたいのが、何分だ ?21 分か。これ30分までなんで、30分で終わりですから。そう。まあ、今回ね、その、吉田さん、9円くらいいいじゃないですかって話じゃないですか。いやいやいや、これね、まあ、僕がいくら動画作っても絶対買わない人いてると思うんですけども、ね、こう9円、大事。大事。これね、まあ、買わない人は、これだけ見てください。本当に。買わない人。ね。まあ、これだけ安くていいのに、これ結果出てるんですよ。安かろう、高かろう、じゃないですか。これでこれ結果出てるからね。やった人は。うん。コスパいいでしょ。どんだけだよ、みたいな。で、まあ、これでも買わない人いてるわけじゃないですか。これで買わんの?みたいな。ちゃんと結果出てるよって。まあ、それ、音声対談と、あと、称号とかなんかでやりますから。で、まあ、買わない人いてると思いますし、こう、9円で何ぐちゃぐちゃ言ってんのって話なんですけど、これほんと見ていただきたい。マジで見ていただきたい。この動画、まあ、ちょっと検索、YouTube で検索してください。YouTube で、お金がない。はい、これ YouTube で検索。まあ、誰かがアップロードしてくれてますから。これはですね、織田裕二さんが主人公を務めてるやつで、その、20年前ぐらいの、20何年前ですかね、わかんないですけど、かなり昔のドラマです。で、このお金がないっていうドラマめっちゃいいんで。で、その1円の、こう、まあ、その、このドラマの中でその1円に、まあ、1円落ちてるシーンがあるんですね。で、その1円落ちてるシーンがあって、その拾う拾わないっていうのがこうステージごとにこういろいろあってその描かれてるわけですよ。で僕はそのまあお客さんの中でやっぱそのお金稼ぎたいと収入上げたい人生変えたいと言ってる方多いんですけども、1円大事にしてますっていう、1円大事にしてますって、お金稼ぎたいんですよね、1円大事にしてますっていう、うん、1円大事ですよね。1円がなかったら買えないですから。うん。コンビニで108円になりますと。すいません、もうちょっと107円しかなくて、ちょっと1円ぐらい負けてくれませんか?買えないでしょ、セブンイレブンだったら。すいません、お客様、ちょっとそういうの無理なんで、みたいな。まあその、ね、個人店とかだったらね、おっちゃんみたいな、しゃあねえな、みたいになるかもしれないですけど、セブンイレブンとか無理じゃないですか。1円ないだけで買えないんですよ。107円持ってても、107円持ってても商品買えないんですよ、108円の。たった1円がないだけで、これ持ってんのに1円ないだけで買えないんですよ。これ事実じゃないですか。だから1円大事じゃないですか。え、なぜ吉谷さん1円大事なんですか。いや、買えなくない ?1 円なかったらって話じゃないですか。だからね、これは僕いろいろ本当ね、お金に対しての結構多分誰よりもというかね、まあ十何年そのお金の教材、お金を稼ぐっていう教材を扱ってきたりとか、そのお金を稼ぎたいっていう人たちをもう何万人見てきたと思うんですけど、このね、多分ね、1円大事にしないんですよ。うん。そう。なんかね、あ、ちょっとあと5分だな。僕の塾生さんに和田さんっていう人がいるんですけど、その人借金2000万から、年収3000万になった人いてるんですけど、なんかそのなんか、無料対談の時に、無料コンサルか対談の時に、わざとなんか1円置いとくらしいんですよ。で、それで、その人の反応を見るらしいんですよ。まあ、1円に反応するのかしないのか、みたいなね。うまいな、みたいな。
ね、その1円を無視する人と1円を、私はこれ1円なんか置いてあるんですけどとかいう、そのなんか反応が違うらしいんですよ。でそれでなんかいろいろ決めるらしいんですけど、あの自分だからその1円をそのスルーする人はそのもう断るみたいなね、合わないから、自分と合わないから断るみたいな、あすげえなみたいな、なんかそういう話してたような気がします前、うん、だから大事ですよ本当に1円、うん、だから僕は1円でも多くいただきたいですし、うん、ということで、まあ僕のミスなんですけどね、完全なるミスですよ。この前999円だったんで、なんで990円って言っちゃったんだろうな、うん、まあちょっと5ヶ月ぐらいの前に、あ、そうそうそう、分かった分かった、そうだ、これと多分バッティングしたんですね。まあ今月、そのだ今月無理だな、多分ね10月1日僕誕生日なんで、それに合わせて売ろうかな、あの DC4 クラブっていうね、 DC4 クラブっていうね、うさんくさいクラブやるんですけども、その DC4 クラブっていう新サービス、それが月額990円なんですよ。それが月額990円、 DC4 クラブ、まあ、これの詳細に関してはですね、まあ今月の後半やろうと思っ売ろうかなと思ったんですけど、これがね急遽入ってきたんで、おお、ユニバー君、多分10月になるかな、10月に。おー、ちょっとユニバー君、ユニバー君、はい、ちょっとユニバー君が下でゴツゴツしております。あと27分、あと3分か、あと3分ですね。まあ、ということで、24時間限定で来週には販売させていただきますんで、知らなかったぞっていう方はですね、ぜひお買い求めください。よいしょー、お、いい感じ、いい感じ、結構引き立つね、引き立つよ、お、猫パンチしたな。はい、では告知2終わりたいと思います。まああとちょっとあるな。ギリギリまで行きましょうか。あと何話すことあるかな。あと何、まあとりあえず、あの買わない人いると思う。まあここまで見てる人はどうなんだろう、わかんないですけど。まあそのこれを見といてください。お金がないわ。僕もうめっちゃ好きなドラマです。お金がないわ。これはねマジでね、モチベーション上がらないっていう人言ってる、まあ相談いただくんですけど、これね僕ねモチベーションめっちゃ上がるんですよ。これ見ると。うん。まあ僕もそのなんだろうな、主人公の小田裕二さん、うん、のそのめっちゃ貧乏なんですね。で僕も貧乏だったんで、すごく共感というか、なんかまあすげえ気持ちがわかるというか、うん。であとはね、東さんっていう人、東さんの役がマジでいいんですよ。あの芸能人は歯が命みたいな、昔のすごい CM、 昔の超古い CM ですけど、東さんだったかな、そうめっちゃいいキャラしてんすよ。みちこさんみたいな、みちこさんめっちゃおもろい。このキャラもね、まだ知ってます、みちこさん、みちこさんみたいな、このバッグ持ったみみ見てください、マジで。いや、これは見ましょうよ。はい、ユニバー君見るみたいですね。うん。あと30秒。まあ、30秒あるな。あと何秒かな。どうもーどうもーどうもー。やっぱね、これナチュラルに30分いかないときついですね。ナチュラルに30分いかないと。いやでもね、一眼レフいいっすよ、マジで。うん。まあ、僕この、M6 使い倒したら、本当に本格的なちょっとごついの買おうと思い始めました。やっぱね、欲が出てくるんでしょうね。いや、めっちゃやっぱね、一眼